リメ・タンゲレは、イタリア、イキルネサンス期の画家コレッジョが1525年頃に制作した絵画である、ユサイ。ヨハネによる、福音書20章1行から18行で語られている、イエス・キリストの復活とマグダラのマリアのエピソードを主題としている。ノリメ・タンゲレとは、同化書の17行に登場する言葉である、マドリードのプラド美術館に所蔵されている。 卓形に処されたイエスが埋葬された後、悲しみに暮れるマグダラのマリアが、イエスの墓に行くと、入り口の岩が開いていて、安置されたはずの遺体がなかった。驚いたマリアはそのことを弟子たちに知らせた。弟子たちは墓に入って遺体がないことを確かめたが、マリアは墓の外で泣いて、中には入らなかった。マリアが身をかがめて、 墓の中を見ると二人のお使いがいて、なぜ泣いているのか尋ねられた。その問いに答えた後、マリアが後ろを振り返るとイエスが立っていた。最初、マリアはイエスだと気づかず庭師だと思っていたが、マリアは自分の名前を呼ばれると思わず、死よ、と叫んだ。イエスは私に触れてはいけない。私はまだ父のおもとに行ってはいないのだからと言った。そこで彼女は弟子たちのところに行き、 自分がイエスにあったこと、そしてイエスがこれから父なる神のおもとに行くことを伝えた。この絵に関する最初の言及は、1560年頃に、遡り、ピエトロラモのグラティコラディボローニャの写本で、エルコラーニ伯爵の家にあったと述べられている。また、バザーリによって、1568年の芸術過熱伝の2箇所で1回目は、コレッチョの電気で、もう1回は、 ジローラ・ラモダ・カルピの伝記で称賛されている。絵画は16世紀の終わりにボローニャで数奇教のピエトロ・アルドブランディーニによって目にされ、数奇教は絵画を買うために非常に高い代償を払った。その後、アルドブランディーニのコレクションからルドビーコ・ルドビー氏のコレクションに移った。そのことは、例えばレリオ・フイディクチョーニによるバザーリの芸術歌列伝への追記で示されている。 最も著名なルドビジオは、一つの部屋に4件の他の素晴らしい作品を所有しているが、1621年3月に、それらを私は見たと述べられている。10年余り後、ニッコロルドビージオオは、苦悩の必要性から自分のコレクションから最高の作品を譲渡することによって、スペインのフェリペ4世の行為を受けることを決心した。 これらの作品の一つは、コピーが作成された後、1630年代後半、または1640年代初頭に、ローマを離れたノリメ・タンゲレであった。ナポリオ王国に少し置かれた後、1643年の終わりまでに、マドリードに到着した。この作品では、復活したキリストが、マグダラ・ノマリアに、我に触れるな。 我はまだ父のお元に登っていないのだからと述べている場面が描かれている。様式的には、コレッジはマンテーニャ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロラの手法を融合している。対角線が強調された構図の中に、マグダラのマリアの動きのある姿と、キリストの落ち着いた姿が対比されている。ありがとうございます。